シャキーン、シャキーン、シャキーン。尖った三つの棒がかっこいい。忍者の武器、サイを作ります。よーく見ていてください。まず、色がついた面を上にしたまま、全体を半分に折ります。折り筋をつけ、広げます。90度回し、また半分に折ります。折り筋をつけ、今度は白い面を上に広げます。角と角を合わせ、斜めに三角になるように折ります。そして斜めの折り筋をつけます。開きます。今度は反対の角と角を合わせて、別の三角を作ります。そして斜めに折り筋をつけ、広げます。このように縦横斜めの折り筋がつけました。両サイドを持って、手前中央に持ってきます。そして奥にあった端を手前に持ってきて、重ね、全体を三角形に折ります。このような形の三角形です。手前の縁を奥の角に合わせて折ります。そしてしっかりと折り筋をつけます。広げます。ここに折り筋をつけました。全体をひっくり返します。手前の縁を今つけた折り筋に合わせて折ります。ずれないようにしっかり持って、そして厚みがあるのでしっかりと折り筋をつけ、戻します。奥の角もこの真ん中の折り筋に合わせて折ります。奥から手前に折りづらければ、一度向きを変えて折っていただいても結構です。しっかりと折り筋をつけ、広げます。全体を広げます。色がついた面を上にして広げます。そしてこのようにひし形の形に置きます。手前の角を中心から一つ手前のこの折り筋が交わったところに合わせて折ります。全体を横にひっくり返します。右の角を中央から一つ右の折り筋が交わったところに折ります。左の角を中央から一つ左の折り筋が交わったところに折ります。
手前の斜めの端の一つ中の折り筋で折ります。奥もこの斜めの部分一つ中の折り筋で折ります。そして奥のぶつかったところはこのように立てておきます。このように折ります。一旦裏返し、今度はこの一つ中のところをへこませます。中の折り筋をへこませて、壁を作ります。ひっくり返します。横にひっくり返します。さらにその一つ中の四角をへこませます。この時に左右のこの角も中に入れます。中に押し込んで中央の四角をへこませます。全体をまたまたひっくり返し、この中央にある四角をへこませます。十字にへこませます。そしてこのように折り曲げて、しっかりと折り筋をつけます。逆側にも折り曲げて、しっかりと折り筋をつけます。そして十字に戻します。横の板この斜めのところの斜めの縁のこの角で折ります。折って直角に戻します。左側も斜めの端で折ります。そして90度に戻します。真ん中の棒、このままでもいいですが、左右と形を合わせるために一旦角を下の角に合わせてこのように斜めに折ります。斜めに折ってから広げて、今度は裏のポケットを広げ、そのポケットに先を入れ閉じます。このようなお山の形にします。これで彩の完成です。ぜひ作ってみてください。